次は金城十次郎、金城十次郎でございます。金城十次郎チャンネル、本日のゲストは津波光道明さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今後ろに見えてる早原町立中央公民館、はい、こちらの方に勤めている、はい、普段は、ね、なぜこうやって来ていただいたかと言いますとですね、はい、8月号の広報早原があるんですけど、新聞にも載ったんで、はい、知ってる方も多いと思いますが、なんと早原町で天然記念物見つかるというですね、お大事件が起きまして、はい、琉球ヤマガメが、はい、なんと早原町で、うん、発見されました、はい、生息地は主に沖縄本島北部など限られた場所に生息している天然記念物ということで、いるはずもないところで、いるはずもない、でなんとその琉球ヤマガメを発見したのがこの津波光道明さん。ありがとうございます、はい、今日は、ミスター琉球ヤマガメとして来ていただきました。よろしくお願いします。はい、こちらこそ、ね、はい、金城十次郎チャンネル。いいですか。金城十次郎チャンネル。これなかなかの衝撃ニュースですよね。そうですね、もうね、見つけた本人としても、うん、もうびっくりでしたね、本当に。どういう状況だったんですか、最初見つけた時は。僕がですね、缶コーヒー毎朝飲んでるんですけど、はいはいはい、買いに行こうかなと思って出て行ったら、はい、調理室っていうちょっと場所があるんですけど、はい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 、もうその裏側、うん、本当に普通に散歩してたんですよ。それで、あ、なんかこれっていうところから、うん、まずもう衝撃ですよね、うん、フォルムがもう全然普通の亀じゃない、はいはい、だからもう明らかにこう違うぞと、はい、もう見た目がこうトゲトゲしてますし、最初見つけた時にはもうどうしていいのかわからないので、うん、はいはい、社名を取ったものを某施設に送ったんですよ、うんうん、某施設っていうのはこれは合法的な施設ですか。一応合法、はいはい、あの裏取引的な部分ではないので、ではない、はいはい、大丈夫です、闇ルートではないです、ではない、はいはい、大丈夫な場所ね、はいはいはい、あのすぐさま回答がいただきました、うん、はいはいはい、はい、あの琉球ヤマガメですと。あ、もうすぐ分かったな、はい、天然記念物ですよと、はい、いうことで、ただちょっと環境省に問い合わせるので、うん、環境省、はい、でかい話になってましたね。そう、大きな話になったんですよ。ただ缶コーヒーを買いに行った時、そうそうそう、道明さんが、はい、環境省と関係を持つ、はい、状態になってるわけですね、はい、うん、で午後になってそのまたその施設からですね、うん、あの正式にこれ琉球ヤマガメですので、はい、私たちのところに持ってきてください。私たちっていうのはさっき言った某施設、某施設、某施設ですね。合法的な、はい、はいはい、合法的な、はい、合法で言ってもいいんじゃないですか。この、うん、どこに何ていうんですかね、保存といいますか、うん、保管されてるかっていうのはちょっと、うん、あの言わないでくれみたいなのもちょっと、あ、あ、なるほどなるほど、はいはいはい、旅行帰り、あー、一日橋越えたら帰ってきた気がするな。いやだった、金城十次郎チャンネル、はいはい、一応元気そうには見えますけど、うん、これって何食べますみたいな話もしたんですよ、うんうんうん、だから基本的にカメは雑食だから、うん、何でもいいですよと、うん、そんなことあります。だから、うん、何でもいいですよ、いやいやいや、天然記念物ですよねって一応言ったんですよ、うんうん、はいはいはい、あ、でしょ、大丈夫ですよ、これどこ、誰誰ですか、あ、これ防止施設、防止施設、防止施設の職員が、はいはい、北部にしか生息しないものがここ、はい、南部のハエバルで見つかったっていう理由みたいなのは何か分かったんですか、はい、いや、これもなので関係環境省の職員からまた後日電話がありまして、うんうんうん、どこで拾われたんですか、はい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 、最初僕疑われてるのかなちょっと、あ、ね、はいはいはい、思いもあるじゃないですか、あ、いや、あの調理室にいましたよと、うん、調理室にいたって、あ、間違えた、余計怪しくない。調理しようとしてる、いやいやいや、裏ですね、すいません、そう、調理室の裏にいました、裏にね、外にね、散歩してましたよと、おうおうおう、何らかの手段でこっちに持ってこられたやつが逃げたのかなみたいな、あ、誰かがちょっと悪さして取っちゃって、ね、はい、それを逃がしたの か, か、まあ、こいつが逃げたのかわ、はい、からないけど、はい、そういうことを。金城十次郎チャンネル。なんか、うん、お礼とかってあったんですか。あ、そうだよ、なんかありそうですけどね、特段 ないというか、うん、行った時も、うん、
施設のこの担当の方もいなくて、うん、書類に書いてくださいね、うん、落とし物のコーナーに、うん、取得物か、うん、なんか国家名みたいな書いて、はい、書いて終わり、はいはい、まあでもじゃあその某施設も生き物を扱う場所ってことですよね、はい、まあまあそうですね、うん、まあいろいろな動物を扱ったりそういう話ももう頻繁にあるということなんですかね。あ、かもしれないです ね、これだからまああの広報ハイバルにも載ってますけど、はい、その新聞にも載ってましたよね。あ、そうですね、今なんかそのあれがありますよ、ネットニュースが、国指定天然記念物の琉球ヤマガメがこのほどハイバル町立中央公民館の裏で発見された、はい、発見したのは7月2日、うん、中央公民館の清掃員である大城めぐみさん47歳が公民館裏で洗濯物を干していた時に見つけた。ギザギザした甲羅のある珍しい小さなカメがいるので他の職員を呼んだ。ハエバル町職員の津波、あ、出てきた、津波道明さんは、うん、ペットで飼われているミドリガメではないと思いインターネットや図鑑で調べたら琉球ヤマガメにそっくりだったので驚いたと語る、はい、ちょっと待ってください。第一発見者大城めぐみさん、形式上はそうなりますよ、ね、いやいや、ちょっと待ってください形の上ではいやいや、形の上っていうか最初は誰が見つけたんですか、えこの琉球ヤマガメは。いや、おめぐみさんじゃないですか。じゃあ新報さんがそうおっしゃるから。いや、ちょっと待ってください。ちょ、話変わってきますよ。缶コーヒーを買おうとしたら、はい、道明さんが見つけたって話だったじゃないですか、うん、さっきまで言ってたのは。いやいやいや、うん、まあ、缶コーヒー買おうとしましたよ。買おうとした時に見つけたって言ってましたよ、はいはいはい、うん、見つけましたよ。いや、じゃあこれはほら、じゃあこれは大城めぐみさん、清掃員の大城めぐみさんが洗濯物を干していた時に見つけて、ちょっと衝撃しすぎて記憶がちょっと混乱してる、うん、いや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 、あけのり、はい、ちょっとインタビューする人チェンジしようか。あ、ちょっと間違えてます。間違えて、大城めぐみさんに聞いた方が そっちの方が一番わかりますよね。そうだよね、実際の。今なんかいろいろ話聞いたんだけど、はい、でもめぐみさん午前中勤務なんですでも今ね、西日もさしてますし夕方だけど、まあ、でもいないと思うけど、はい、さっきまで意気揚々と、うん、僕が見つけたみたいな。そうですよね。で、せっかく出てました、その感じ、はい、出てましたよあれ、第一発見者感が出てました出てましたよ。本当ですか。ちょっと、うん、あれ、そんなに出し出るつもりなかったんですいや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 、出てましたかね。出てましたよ。何なのこの人。じゃあ、うん、ま、第二かどうかもわからないってことですもうこうなってきたらもうそうだよ、ね、いやいや、第二ですよ。第二ですそこは譲れないのですいません、第2でお願いします。はい、ということで、今日はですね、琉球ヤマガメ第二発見者の津波道明さんによろしくお願いします第二発見者ってなんだば所さんの番組でも第一村人だけですからね、フィーチャーされるのはね。そうですよね。の関係者であることは間違いない、はい、そうですね、第二発見者であることは間違いない、はい、ありがとうございます。まるまるラのラース、はい、そうですね。ラ代表ということで、はい、ラ代表、もうもう町民の代表はラ代表ラ、ね、ね、でしょうね。そうですね、はい、アイバル町民の中ではまあまあ上の方ですラの中ではトップです。 ありがとうございます。缶コーヒー買おうと道明さん、琉球ヤマガメ見つけちゃったんだ、そんな話と信じていたら第一発見者はめぐみさん。道明さんはラ代表。カチャーチカチャーチカチャーチ。チャンチャ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 チャンチ